はい、こんにちは、てちゃんです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP、 テリーワン SP やっていきましょう。前回はですね、格闘場ですね、 F ランクをクリアしたところで、新しい扉が、開放されたので、早速行きましょうか。ドラゴン最強だね。で、この人の話によると、この2つ いっぺんに解放されるんですが、左側から行った方がいいですよという感じですね。なので左側から、思い出の扉。うわ、いきなり欲しいやつがいる。ちょっと待って、オート戦闘オフ。はい。おい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 。あ、スカウトするにはちょっとダメなパーティーか。入れ替え。スカウトするにはちょっとね、弱いんですよ。まあ、ドラゴンでいいか。これでいいか。よし、行こう。スカウト、もちろんベビーパン。4、2、引く、引く。うちのパーティーどうした？うちのパーティーどうした？やばいぞ、これ。こうして、どうしよう。攻撃力72、53、28、72、46、うわ、引く。うちのパーティーなんだよ、これ。これは変えれるね。これは変えとこう。うわ、引く。全然レベル上げてないから、こんなもんですよ。よし。ベビーパン欲しいな、ベビーパン欲しいな。火力はあるよね。6、13。ここがどうしようもないね。うわー、頼むってもういいじゃん。いや、溜める攻撃とかしないで。次のスカウトに影響が出るからさ、やめてよ。よし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 。だって攻撃力ここいくつだ、53か。いきなり来たのがもう一番強いもん。ピッキーあたり下げとくか。まあまあいいか。これでいきましょう。で、オンにして、先進もう。あと泥人形だね。泥人形やると。はい、ちょっとレベル上げさせて。いや、めっちゃ上がりづらいんだけど。ゴーレム HP5 なんだけど、よく勝ってるな。オート戦闘の魔力ですね。泥人形いねえか。レベル上がったら全部全回復してほしいけどね。お、あ、軍隊か、軍隊。あ、ゴーレム回復してんじゃん。よし、次進もか。あれ、なんか今上にいなかった？ああ、踊る宝石じゃん。行こうか、踊る宝石。どっか移動したでしょ。え、いない？え、あれ、
レアなんかな。あ、宝箱あるね。あれレアなのかな。いや失敗したな。まあ、今後のためにあれだね、単体攻撃火力あるやつと全体攻撃、あ、痛い痛い、全体攻撃持ってるやつでちょっと分けた方がいいかもしれないね。格闘場なんかは全体攻撃絶対強いんで、デスカート 7、17。いや34はさ、当たってもよくないっすか。成功してもよくないっすか。あ、霧が出てきた。霧が、この天候によってもモンスターが違うんですよね。あ、溜めるってあんのかな。いやー、よくない？しかもすぐ怒る。じゃあ泥人形 B。 ナイス。でけえだ。もういらないってそういうところは。もうちょっとさ、熱くなれるとこあるから。ここで熱くなるとこじゃないから、頼むって。ちょっと、すぐベンチなんですが、まあ、配合でね使うんじゃないかなということで。危ねえ。一食い箱だったら勝てないでしょ、さすがに。まだ、あ、なんか、あ、ないか。メタル系が潜んでいるかなという雰囲気があったけど、あー、鬼面同士いい配合素材になりそうだね。鬼面同士はドルイドか。やるけ。50来いね。ですぐ起こるのやめて。しかも混乱させてすぐ起こすという。いやー、いらないから。どこだ。じゃあドルイド B。 50だよ確率。多分単体火力はあるでしょう。
ベビパンも2だな、HP が。あれ、こっちから登れないんだっけ。あ、ちょっと待って、夜になったらなんか出てこない、こういうとこね。メタル系がいそうなんだけどいないか。あ、降りちゃった。あ、笑い袋取ってるな。よし、先行きましょうか。あー、なんだっけ、玉ねぎボーイ、違う。軍隊あり、はい、入れる。よし、スライムツリー、そんな名前だったっけ。あー、やらかい、やらけー。よし、これは外さないでしょ。自動 HP 回復。おいおい、もうなんだよ、もう 60% だよ。しかも逃げれないって。いやー、頼むって、そんなのないよ。自動 HP 回復いいな。あれ、ちょっと待って、どうやって見るんだっけ。あれ、基本、見れないんだっけそれ。ゴーレムもう来るか。ゴーレムダメだな。よし、 OK。 当たらない。当たってほしいんだけど。新しいモンスターいなそうだね。あと天候によるあれがいそうだけどね、変わったやつがね。晴れ間の時点では変わらない。全部取った。あ、ちょ待って。パーティー変えとこうか。ドラゴンだね。あとバギーが使える、これかな。さあ、今度は誰だ、相手は。ああ、キラーパンだね。
ガルルルルフーフー。あれだ、ビアンカ、ビアンカと別れたキラパンって感じだね。でも人のぬくもりを、人の匂いを分かっているという。行け。2回攻撃すんの？ドラゴン強え。かまいたち。ファーラと耐えられるか。かまいたち。2回やんないか。ああ。ドラゴンは2回確定かな、入れ替え。どうしよう。ホイミン、ホイミンでホイミン刺すか。よし。ナイス。あー、ドラゴン止まっちゃったらダメよ。ドラゴン止まっちゃダメよ。あ、もうないか。 MP 足んないってこと。よしよしよし、 OK、 強かった。にゃうにゃん、思い出した。もう背中に乗って疾風したいね。草原を駆け回りたいよ。キラーパンサーはてっちゃんに懐いたみたいだね。さあ帰ろ。そんだけ言うこと。もうちょっとなんか言うことない。さあ帰ろ。それはいいからもう帰ろ。キラーパンサー、これ主力でしょ。どうしようか。ベビーパワーじゃ逆にいらないかね。おお、てっちゃんよ、キラーパンサーを倒したか。キラーパンサーは疾風のような素早さを持つという。そなたの素早さは台風並みなんじゃろうな。それ言い過ぎ。プッ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 プ。そうじゃ、星のところで配合を制する者は星降り大会を制すると申すぞ。配合を重ねれば重ねるほど魔物は強くなっていく。そうじゃ。それでは忙しいのでわしは失礼する。早く配合したいよ。よし、じゃあもう一個行こうか。勇気の扉。こっちでいいか。あー、もみじ小僧。入れ替え。こうでしょ。そんで、こういういくつよ。50、34。あ、コドランダメだな。スカウト。よし、オッケー。
まあでもなんだかんだレベル10まで来てるね。配合していきたいね。肉を通って、じゃあこっちじゃない。あーモッキーみたいなのがいる。モッキーみたいなのが、モコッキー。 OK。あれ？いけない？モコッキーか。ん？これは？ああ、あれですね。スライムツリーね。スライムツリー、いや、そろそろメタルいてもいいんじゃないですか。あ、変わったやついないか。あれだね、イザナイは解放しておきたいね。こっちにだね。え、パーティー大丈夫だね。あれ見れないのかな。パーティー HP どうかっていうのは一括じゃ見れないのかな。回復はしなくてよし。うー、いる。あいつは取りたい。ちょっと待って、あいつは取りたいぞ。なんて言ったっけあれ、名前。ミストウィングか。行くか。ちょっと待って待って待って、待て。道具道具。魔物の餌。行こう。何パー上がる ?15! スナグリで12か。頼む、頼む、そういうこといらない、いらない。もう一個、もう一個、もう一個。
これ 30% 頼む、来て来て、42ぐらいになるはず。怒んないでよ。いや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 、あ、麻痺とかいう、ちょっとちょっと、ちょっと待って、もう一個行こう、もう一個、もう一個行っちゃおう。大盤振る舞いだ、しょうがない。3個の霊が尽くさないとだな。45 50 50、しゃあ、 F ランクというねF ランクなの？ちょ待って、ここにするか。違う、そう、これでよし。 F ランクなの？回復、あ、違う、回復じゃなくて、ここでこの間ね取得したあれを見せましょう。満タン、これで全員が生き返ってるはず。パーティー死んでる、生きてない。ちょっと待って、待って、あそこ、あいつのあの秘跡でも回復してないかな、これダメかな。あー、生き返った、あー、よかった。なんだよ満タンって。じゃあ逆にいる、またあいつ、これ解放したよね。うん、解放した。よっしゃ、行きましょう。ミストウィングだっけ。やめてよ、あれはやめてよ。小さいメダル、 OK。 ちょっと待って、パーティーどうしようか。視力を出そう。これで行こうか、まずね。はい、ファーラットがうちの主力、強い、意外と魔法も使えるし、殴らしても攻撃力高い。なんか人型？テリーじゃん。クソ、ここにもなかったか。未来の自分と今の自分が交差する、そんな時に時空の狭間が生まれて、あ、後ろに何かいる。今日はお客さんがたくさん来るね。謎のモンスターが現れる。あれだ、なんとかアイ、ビッグアイか。ここは勇気を試す洞窟さ。さっきの男の人は勇敢だったけど、君にも勇気があるか、僕が試してあげるよ。行きなさい、ビッグアイ。ラブリー。30 49、うわ、つえー、パラド、うえ、そんなに食らうの。24、つなぐりか。もうちょっと、おお、やるね。もう殴り合いだね。あ、MP なくなっちゃったね。入れ替えしましょう。入れ替え、こいつ、カバシラ、あれ、あ、こうか。はい、疾風。いくつ今、10ぐらいしか入ってなくない、ダメージ。やばいな。あー、テンションやばい、やばいって。入れ替え、はい、もう総力戦。丸さ切りいいんじゃない。丸さ切りはいけ、ゴリュース、ゴリュース一撃。さっき生き返らしたばっかなんだけど、ここはもう一回キャダルコとか、いてー、そろそろいいんじゃないですか。そろそろいいんじゃない。おーしゃー、あぶねー。スライムツリー、さっきも一回やった瞬間にまた倒れてしまった。
ふふ、君の勇気は本物みたいだね。戦ってくれてありがとう。うん、決めた。僕決めついていくことにするよ。この強さでいてくれればいいんだけどね。全然弱くなっちゃうからね、味方になっちゃうと。スライムツリーか、HP 回復あるからな、入れときたいんだけどな。勇気があるって認められたね。君を、連れてきた僕も鼻が高いよ。さあ帰ろう。ビッグアイ S ランク、どうしようかな。カバシラか、そろそろ引退。カバシラ、おお、てっちゃんやビッグアイを倒しおったか。ビッグアイはああして日がな一日旅人が来るのを待っているのだそうだ。たく貴重な時間を無駄に過ごしおって、自分の息子だったら感動しているとこじゃぞ。いや、これ正論だから。そうじゃ、捕囚の子らで配合を行っておるか。配合は制する者は捕囚大会を制すると思うぞ。配合ちょっと見てみようか。あ、そうか、その前にね、1個ね、前回取ったスキルで見せてないやつがあるんです。なんだっけ、ラクラク冒険、これ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 、もう完璧よこれ。これで、はい、もう勝手に行ってきてくれるから。てっちゃんはラクラク冒険を開始した。てっちゃんは勇気の扉の底へ楽々とたどり着いた。はい、入手したアイテム、経験値を持ってきた。そしてさらにもみじ小僧が仲間に加わった。完璧じゃん。道具取ってきて、素材取ってきて、経験値ゴールド取ってきて、スカウトもしてきてくれる。もう神機能ですね。1時間に1回できるので、みんなもやりましょう。ルーラ、玉座、星降りの祠へ行こうか。メニュー、星降りの祠、ちょっとだけ配合見たいね。できるやつもいるかもしれない。配合、男、女、これね、ガチョウみたいな、ヤタガラスみたいなやつと、ワンダフル、爆弾岩、これができるってことね。モコッキーは爆弾ベイビー。いいねいいねいいね。いやー、これこれ強いよ。これタイガーランス強いよ。いや作ろうか。ちょっと待って、こいつじゃない、キラーパンサーはちょっともったいなくない。ミストウィン、あー、これね、ギガボディ、ギガボディやばいよ。全マス使うからね、ギガボディはやばい。でもその分強い。キラーパン使うのか。ミストウィング、いや、キラーパン使うのがダメかな。他で、あ、これでも生まれるか。あー、このね、アイアンタートル、これもね強いよ。身代わりがね、めっちゃ強い。いや、タイガランス行きたいな。スキルがね、優秀なんですよ。プリンス。どこなのスキル。あ、出ないのか、それ。いや、タイガランス作るか。タイガランスだな、言っても。こんなかったら。あ、これもね、強いんだけどね。よし、タイガランス作ろう。特に気にしない。プリンス。攻撃力、攻撃力、バラエティって何？あー、ま、あー、まどいね。ピオラ。まあ、この辺でいいかな。いや、これは強いよ。これは主力。はい。それからさらに続けましょうか。モコッ
機、強いのじゃなきゃダメだね、多分ね。そそられないね。そそられないな。違うな。そそられないっすね。まあそこまで強いのがいないか。イバラドラゴンはいいかもしれないね。まあミストウィングが多分強いんだよ。ミストウィングを主力に配合していくと、これってのがいないな。ここどこで行っちゃうと、ミストウィングがまだ強いな。まあまあこんなところですね。じゃあね、よし、タイガーランスはいいよ。はい、というわけで今回は以上にしたいと思いますね。とりあえず旅の扉2つクリアしたところで、格闘場はこの後行きますが、まあ、それは次回の物語にしましょうか。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。